モバイル Wi-Fi が欲しい、面倒な契約をしたくない、カー Wi-Fi が必要、海外旅行を検討している、何も確認もすぐ使いたい、このユースケースに当てはまる人はリチャージ Wi-Fi をすぐ購入ですよ。2024年7月の Amazon プライムデー先行セール期間中に追加のリチャージ Wi-Fi を購入しました。今回追加購入したリチャージ Wi-Fi のモデルは T8 になります。今なら定価 23,980 円が 17,980 円、しかも2024年7月15日時点で1200円クーポンも使えます。この期間に購入すればお得になるので急いで動画を作成しました。なぜ私がリチャージ Wi-Fi を購入したのか、どのようなユースケースで使っているのかを紹介していきます。皆さんこんにちは、 JCAM です。私はフォレスターの動画、そしてこの新型308の動画、またキャンプ、スノボといった趣味の動画や生活スタイルの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。2023年10月末、初めて私はリチャージ Wi-Fi MR1 モデルを購入しています。そもそもなぜ私がモバイル Wi-Fi が必要になったのか、これから紹介していきますね。2023年末、私はプジョー 308PHEV を購入しています。308を購入して、私が真っ先に考えたのがカー Wi-Fi が必要かなでした。理由はフォレスターにあります。私はフォレスターにも乗っているんですが、フォレスターはですね、家族がドライブ中にテレビや DVD を視聴可能なんですよね。その生活に慣れている家族としてはですね、プジョー新型308で映像が見られないっていうことにすごく抵抗感を感じていました。2点目が、出張で携帯の通信データ量が足りなくなるっていう切実な問題がありました。私の通常の携帯通信量は 1GB から 3GB です。出張中にアプリを使ったりしてデータ使用量が多くなることが想定されました。とてもじゃないですが携帯だけだとデータ量が足りなくなりました。そういうわけでカー Wi-Fi 日常使いに便利なリチャージ Wi-Fi を購入しました。それではなぜいろいろなモバイル Wi-Fi があるのにこのリチャージ Wi-Fi を私が選んだのかを紹介していきます。1点目は、何といっても開通作業不要、工事不要という点です。最初にカー Wi-Fi の購入を検討した時、まず最初に面倒くさいなと思いました。返却や縛りが面倒だし、月に使う使用量も私の場合いろいろ変わりそうだなと思いました。ましてや契約書とかいろいろ面倒くさいなっていうのが本音ですね。リチャージ Wi-Fi を調べると契約、返却、全てが不要でした。購入するとすぐに使えて、一番気になる月額料金は0円。この点リチャージ Wi-Fi いいですよね。私はこの月額料金がかからない、また有効期間はありますが必要な時に必要な分だけ使えるって点に惹かれましたね。リチャージ Wi-Fi のような買取型モバイル Wi-Fi 他にもありますよね。じゃあなぜリチャード Wi-Fi ってことなんですけども、それは海外で使えるって点です。2024年、私は海外旅行を計画していました。海外旅行に行くと妹の Wi-Fi のようにモバイル Wi-Fi を空港で借りましたよね。結構高いんですよね。1万から2万の費用がかかると考えれば、ここでリチャージ Wi-Fi を購入してもそれほど変わらないなと思いました。4点目は、リチャージ Wi-Fi のマイページから簡単にリチャージが可能だということですね。実際最初に購入した MR1 は半年で100ギガを使い切ってしまいました。そこで新たに100ギガを追加で購入しています。マイページで購入した製品を簡単に登録できます。製品に記載している IMEI 番号で簡単に登録、その上でこのように追加ギガチャージですね、どの100ギガがいいのか50ギガがいいのか、選ぶことが可能です。私は100ギガを購入していますね。最初に購入した MR1 モデルは、購入当初海外で使用できるデータ容量はないので、購入してチャージしていきます。例えばマルタに海外旅行に行くとします。1ギガあたり2580円ですね。海外なのでチャージ料高いですよね。私が今回プライムデーで購入した T8 モデルは、海外どこでも使用可能な 3GB が搭載されているモデルです。海外どこでも使用可能な 3GB が搭載されて1万7000台で購入できるプライムデー、すごくないですか。注意点としては、 MR1 モデルは国をまたいでのギガの利用はできない点ですね。また海外行く前にギガチャージを買ってくださいと言われています。そういうわけで私は MR1 モデルを購入してすごく満足しています。そして海外旅行のためにこのプライムデーを狙っていました。今回この T8 モデルですね、それを購入したという流れです。
海外旅行では別々の行動をする場合があります。そのため家族で2個のモバイル Wi-Fi を持っていく必要があると判断しました。この T8 モデルは140カ国国をまたいで使用可能ということで、今回 MR1 を2個体制ではなく海外で使用できる 3GB が搭載された T8 モデルを1個追加で購入したということです。プライムデーでは売れ切れがあったりするので、今回先行セールで購入しました。購入した次の日に無事に届きましたね。リチャージ Wi-Fi には取扱説明書と USB Type-C ケーブル、そして本体が入っていました。 MR1 モデルと T8 モデルは質感も違いますね。 T8 モデルが上位機種です。 MR1 モデルのこの大きさちょうどいいんですよね。私の小さなバッグにちょうど入る大きさで重宝しております。 T8 モデルはコンパクトですが、厚さは MR1 より少しありますね。ボタンは右側面と正面にあります。MR1 と違ってタッチパネルではありません。 MR1 と比較して T8 の質感は高いですね。正面のボタンでモードを切り替えていきます。この前出張行った時にこのリチャージ Wi-Fi 購入したんですよね。このリチャージ Wi-Fi を使ってポッドキャストと Wi-Fi 接続して、この新型308で動画を見ていきたいと思います。はい、それではポッドキャスト3を挿したいと思います。よいしょよいしょ、刺しました。色が変わってる。動き始めましたね。ポッドキャスト、これを押すのか。 あミラースクリーンでポッドキャストか。で、同意して受け入れます。で、これやると、あ、 Wi-Fi に接続、あ、そうだね、まだ Wi-Fi やってないから。では Wi-Fi 設定していきますかね。これインターネットを利用できます。ネットワークを追加しましょう。はいはいはい、これですね。はい、パスワード、これはちょっと OK で、これで OK。 さあどうでしょう。接続完了しました。はい、それでは YouTube 見てみますか。ポチッと。ね、いいですね。じゃあちょっと人のやつじゃなくて、おお、そしてこれが結構衝撃だったんで、太陽光と蓄電池導入でなんと172万5千円の差が出ます。皆さんこんにちは、 J カムです。2023年はすごいことになっています。もしかしたら2024年、皆さんリチャージ Wi-Fi はどうでしたでしょうか。ぜひ Amazon プライムデーで購入してください。カー Wi-Fi、 日常使いに便利なリチャージ Wi-Fi、 おすすめですよ。私はフォレスターの動画、そしてこの新型308の動画、またキャンプ、スノボといった趣味の動画や生活スタイルの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。